はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、こちらのゴールデンハムスターのライチ君と金クマハムスターのシトラスちゃんの、ね、飼育環境のセッティング、ケージをね買ってきたので、早速ね組み立ててセッティングしていきたいと思います。さあ今回使うケージがですね、こちら、ね、こちらのルーミーベーシックっていうタイプですね。で、中が見え、よく見え、中がよく見え、観察やお手入れ楽々、幅広い用途に対応するマルチケース、透明ですね、全面クリアでね、大きいハムスターからちっちゃいハムスターから小鳥ですよね。ウサギだったら赤ちゃんのうちだけこういうところでですね暮らしてもいいのかなとも思います。さあそれではですね、早速組み立てていきたいと思います。はい、ではねこちらを開けるとですね、めちゃくちゃシンプル。下のトレー、上のトレーで、前の正面扉で、上のですね天井キャップ2個、説明書だからこれですね、 1,2,3,4,5、 部品が5個しかないです。本当にシンプルでね、よいしょ、組み立てとか苦手でね、不器用な僕にはすごい助かりますね。はい、じゃあこちらが底面ですね。そしてこれが上の上部のトレー。そしてここのロック、これをパチッと止めるだけですね。はい、ではね止まりました。そしてこちらの正面の扉、あ、本当に簡単ですね。そしてこれでこの白いダイヤルを回して開け閉めができるんですね。これでロックで、上の方もここを解除してあげるとね、全面オープンですね。さあだから床材の交換とかメンテナンス、この上からもしてあげることができますよね。でスキンシップはこの前面扉開けて、ここからね、まあ嫌がったらねそれはしない方がいいんですけど、おいおいですね、親しくなったらここからねコミュニケーション取れますよね。はい、ということで組み立てはひとまず完成なんですけれども、基本的にはハムスターはですね一匹ごとに分けて飼育してあげるのがね、喧嘩とかねいろんなリスクを考えると安全なんですけれども、ね、これ1個しか買ってきてない。それでですね、どうするのかっていうとですね、どうやって分けて飼育するのかっていうと、はい、こういうのがあるんですね。ルーミー専用セパレートパネルっていうのがあります。これで真ん中にですね、スッと差し込んで、あ、またばらさないといけないですね。まあいいや。うん、ばらさないといけないですね。それで、中央で仕切って、こっちにね、シトラスちゃんで、こっちにライチ君っていう感じで飼育ができる。ね、これ、多頭飼いには便利な、ね、この仕切りパネルですね。早速設置してみたいと思います。ではね、ここが、凹みがある部分が前面。なるほど。それさえ間違えなければ大丈夫そうですね。シールがある方が前面、それも間違えずに設置しました。なのでここの山に合わせて、向こう側も山に合わせて OK で、あとは上から、あとはね、これをよいしょ、
横にね、レールみたいなのがありますんで、それに合わせてカチッとはまれば OK ですね。さあ、なんとかこちらですね、セパレートパネルを設置できました。続いて床材はですね、こちらジェックスさんの紙よりふわふわ柔心地っていうものですね。ホワイトパルプマット、低アレルギー素材ということで、これだったらね、ほぼ安心かなと思って。あとはなんか汚れがね、あの排泄物とかね、何か食べこぼしとか汚れが溜まればすぐ分かりやすくね、変えれるかなと思って選びました。これはですね、まあ、穴を掘ったりする習性があるから多めがいいと思いますので、たっぷりとここにですね、敷いていきたいと思います。ふわふわですね、柔らかい。はい、これでですね、敷き詰め終わりました。ね、欲を言ったらね、全部入れてもいいかなと思ったんですけど、確かね、これ600円700円ぐらいしたんですよね。だからちょっとですね、毎回毎回汚れるたんびに、それ全部使い切るってなると経済的にしんどい、ちょっと苦しいかなと思って、これぐらいの量でね、一旦はですね、終了してみます。そして様子を見てですね、ちょっと足りないようであれば、まあそれはですね、もう出費は仕方ないと思ってですね、しっかりとね、全部敷き詰めてふわふわの床に仕上げていきたいと思います。それではですね、早速大地くんとシトラスちゃんに入居してもらいたい、してもらいます。よいしょ。はい、あとはこっちだよ。こっちが、ね、シトラスちゃんのお家、ね、言ってたのと逆だったんですけど、ちょっと怖いかな。よいしょ。はい、ではね、引っ越しが完了しました。いや、なんかふわふわの床材でなんか気持ちよさそうですね。よかったよかった。で、特にね、目もなんかしばしばになってない。まだね、ちょっとさっきまで木の床材だったから、ちょっとね、その名残はあるんですけど、少しずつね、回復していってくれるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、次回以降もですね、まだ本当はですね、ドリンクサーバー、給水器とかね、餌入れとかいろいろね、他にもたくさん用意しないといけないものがあるので、そのあたりもですね、セッティングしていきたいと思います。今日のところはですね、一旦この床材を敷き詰めて、ね、実際に入居してもらうところまででね、一旦終わりたいと思います。ではまた次回以降もですね、このハムスターの、ね、飼育をテーマにした動画をどんどん投稿していきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。